山の閑静な住宅街。車を止めて、とりあえず行きましょう。出迎えたのは50代の主婦。玄関から凄まじい散らかりよ。この先は一体どうなっているのか。先にはゴミ。これまで何百件ものゴミ屋敷と向き合ってきたネクストサービスでも年に数回あるかないかというほどの大量のゴミ。キッチンもご覧の通り、中には食べかけが残っているフライパンや洗っていない食器、床にはララララララ調味料やキッチン用品、大変です。そして冷蔵庫の下もゴミ。冷凍室を開けようとしてもかぼちゃで塞がれどうにもならない。さあ、お掃除のプロたち、一体どうする。まずこの部屋を回しようか。ここ、はい。5LDK の一軒家、ハウスクリーニングを依頼されたのは1階のリビングとダイニング、そしてキッチンと玄関周り。ちなみに普段依頼人が寝ているというのがソファーの端っこで、このわずかなスペースで家族が食事しているという。今回は厳しい戦いになりそうだ。大量のゴミ袋を用意しました。ちょっとシティ始めさん、ダンボールちょうだい。いざ戦闘開始。とりあえず広いリビングとダイニングから手をつけるしかありません。いるものといらないものの仕分け。するとゴミの中から意外なものが。収納にお困りの人がよく手にする片付けの本。それも一冊じゃありません。何度も片付けようと思ったんですね。それにしてもどうしてこんなことになってしまったんでありましょうか。とりあえずその疑問は置いといて作業を進めていくと、あれ、この靴新しいよ。片っぽしかないけど。エアジョーダン。片っぽしかない靴はまだ出てきます。これいる。はい。新品なのにもったいない。そうそう、新品といえば玄関にも溢れていました未開封の調味料。依頼人がスーパーで購入してそのまま玄関に放置したもの、それがゴロゴロ出てきます。食料品を買うまでは良かったものの、キッチンに運ぼうとしてゴミの山に行く手を阻まれたんでありましょうか。すぐにいっぱいになってしまうゴミ袋。とりあえず庭にゴミを置きます。ゴミの下からは小銭やお札。一度落としたら見つからないのがゴミ屋敷。片付けるのはリビングとダイニングだけではありません。キッチンも。こちらの床にはゴミがくっついています。すると出てきたのが、これゴミ袋。そう、
未開封のゴミ袋。ゴミ袋は多いんです、実は。片付けるつもりは皆さんあるんですよ。ようやく床が見えてきたところで、とんでもない光景が。すごい、それあれ、なんかに乗ってる？これ。いや、これこのまま。何か固まっちゃった感じ？こびりついた汚れにはこのヘラで対抗。しかし。うわ、全然ダメ。いやー、全く歯が立ちません。これには依頼人も思わず。すごい汚いね。これですから。ここでマットを捨てました。地道に削っていくしかありません。休む暇もなく、作業開始から2時間、まだまだ道半ば。見つけたのは1枚の写真。今から11年前、子供が幼い頃、こちらの新築に越してきたという一家。その頃、家はピカピカでした。しかし1年半前からゴミ屋敷となり、家族はほとんどの時間を2階で過ごすようになったといいます。依頼人に許可をいただき、2階へと上がると。